おはようございます。いつも、私は牧師2年目でですね、この宣教団に立つとこう皆さんを見渡してしまうんですね。そして皆さんがどのような1週間を過ごされたのか、どのような思いを持ってこの業界に向かわれたのかというふうに思います。そしてその上、自分が宣教団の上に立つというのはどれほど恐ろしいものなのかを考えます。そしてこの場所に立って神様の言葉を取り継ぐというと、どれほど厳粛なもので、どれほど重いものか、いつもその思いに押しつぶされそうになるんですけれども、しかし聖なる御霊の助けによって皆様と共にこの御言葉を分かち合うことができたらと思います。今朝は降りると題して、御言葉から弟子になることについて学んでいきたいと思います。降りるという題をつけさせていただいたわけですけれども、ちょっと分かりにくいと思ったわけです。それで今のことありますけれども、より分かりやすくするために弟子ペテロ、船から降りるにした方がいいかなと思います。弟子ペテロ、船から降りる。聖書にはイエス様の弟子であったペテロが船から降りる場面が3箇所で出てきます。ルカによる福音書5章、マタによる福音書14章、そしてヨハネによる福音書21章です。この3つの場面を通してイエス・キリストの弟子になることの意味を学ぶことができたと思います。今朝は3つの場面も見なきゃいけないので、早速最初の場面から見ていきたいと思います。ルカによる福音書5章の1節から11節のところです。ルカによる福音書5章の1節から11節の御言葉をお読みさせていただきたいと思います。口語訳聖書では新約聖書の91ページになります。ルカによる福音書5章の1節から11節までです。お読みいたします。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレ港湾に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その1艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出して、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むとシモンに沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいた仲間に火星に来るよう合図をしたので、彼らが来て魚を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。彼も一緒にいた者たちも皆、取れた魚がおびただしいのに驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブとヨハネも同様であった。するとイエスがシモンに言われ、恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。このルカによる福音書5章のことがある前にペテロはイエス様にすでに出会っていました。ヨハネによる福音書1章の40節から見ますと、アンデレが
その兄弟ペテロに、私たちはメシアに今出会ったと言い、ペテロをイエス様に連れて行く場面が出てきます。ペテロはだからすでにアンデレを通してイエス様に出会っていました。しかしペテロは自分の生活の現場に戻っていたようです。その日も寮に出ていました。ペテロは若い頃からずっとこの仕事をしていました。海のことは魚のことなど誰よりもよく知っていました。ところがその日は何も取れなかったのです。夜通しで一生懸命に働きましたが何も取れなかったのです。何も取れずに仕事を終えて網を洗っていることでした。ちょうどその時イエス様は海で多くの文章を教えておられました。イエス様はペテロに頼み、船に乗って多くの群衆に神様の言葉を教えられました。イエス様の素晴らしい聖書の話が終わりました。群衆はもっと聞きたいと思っていたことでしょう。もしかしたら弁当も持ってきて、あるいは泊まる準備までして熱心にイエス様のところに来ていたのかもしれません。しかし話が終わると多くの群衆をイエス様を置き去りにしてペテロにこう言われるんです。沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁してみなさい。もし私がこの時のイエス様だったらこう言ったかもしれません。私は牧師でありますから。ペテロ、大変だろ、魚が取れないだろ、そういう問題だからもう漁はやめて一緒に聖書の話してみないか、霊的な話をしよう、こっちに行ってあの多くの文書と一緒に私と霊的な話をしたらどうか、天国について話し合ってみよう。しかしイエス様は違うんです。イエス様は沖の方、つまりもっと深いところに行って網を下ろして漁をしなさいとおっしゃっているんです。今あなたがやっていることの意味をもっと深く考えてみよう。あなたが取ろうとしている魚について一生懸命に働いて家族のためにやろうとしているその仕事、今ちょっと考えてみよう。あなたが取ろうとしているその魚の意味を、あなたが今やっていることの意味を深く考えてみよう。イエス様はこのようにおっしゃったんです。イエス様の言われた通りに網を下ろしてみると網が破れそうになるとたくさんの魚。ペテロはもちろんヤコブもヨハネも驚きました。たくさんの魚を見て驚いたわけです。彼らの関心はこの魚でした。今ここに集まっている私たちも例外ではありません。私たちの関心事は魚です。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか思い煩っている。いつの間にかこの魚の論理、この魚の論理が私たちの生活の中に、そしてついには私たちの教会、そして信仰の中にも蔓延しているんです。魚の話です。いつの間にか私たちの教会を説明するときに数値で説明するようになりました。浸透数はいくらで、持っている病院はいくつで、学校はいくつで、世界的にはもっと大きな教会だと説明しているんです。魚の論理です。これだけの数値で表せる教会だから素晴らしいんだと言って
しまいますし、そう考えてしまうんです。私たちが持っている聖書の理解、この聖書のメッセージ、それより私たち教会のバプテスマの数、11の額、礼拝出席者の数が大事になってしまうんです。魚のものです。経済のものです。資本主義のものです。一方、イエス様の態度は漁師たちとは違います。魚には全く興味がないように言います。取れた魚については一言もおっしゃらないんです。イエス様にはすでに熱心に御言葉を学びたいと願っている多くの群衆がいました。魚の論理からすると貴重な存在です。多くの信徒だからです。しかしイエス様はこの群衆を置き去りにして、シモンと呼ばれるペテロのところに来られたのです。なぜでしょうか。たくさんの救護者を教会に寄せ集めて、しかしイエス様はそれに興味がありません。なぜでしょうか。多くの信徒より一人の弟子が必要だったからです。ペテロはこのイエス様の弟子に答えて、聖書を見ると彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従ったと書いてあります。ペテロは自分の船から降りてきてイエス様に従った。ペテロが降りた彼の船とは、この世において生き残ることができるこの世の生き方でした。それでは2つ目の場面に移りたいと思います。2つ目の場面はマタイの福音書14章の22節から33節までです。マタイの福音書14章22節から33節までです。新約聖書23章です。マタイの福音書14章の22節から33節です。お読みいたします。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を退散させてから、祈るため、密かに山へ登られた。夕方になっても、ただ一人そこにおられた。ところが船は、もうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために、波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時頃、海の上を歩いて彼らの方に行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って落ち惑う。恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのは私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった。主よ、あなたでした。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄いもので、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと、風は止んでしまった。船の中にいた者たちは、イエスを対して、本当にあなたは船の子ですと言った。ここもよく知られているものです。イエス様が解散させたその群衆は、この前のところを見ていますと、
5つのパンと魚2匹で5000人を食べさせたその群衆です。素晴らしい奇跡を目撃した群衆はイエス様をすぐに自分たちの王様にしようとしていました。なぜでしょうか。先ほどと同じように魚のものです。パン5つと魚2匹で私たちのこのお腹を満たしてくださるこの方が私たちの王様になるべきだ。魚のものです。弟子たちも興奮しました。ついにその日が来た。イエス様が民衆の指示を受けイスラエルを大幕から救い自分たちの王様になられる。イエス様はその群衆を解散させられ、弟子たちは船に乗り込ませて向こう岸へ先に行かせたのです。そしてイエス様はいつものように静かに一人で祈っておられました。船に乗って向こう岸へ渡ろうとしていた弟子たちは夜が明けようとしているのにまだ海の上の船の中です。何らかの理由で出発が遅れたようでした。夜が明けようとしていたその時逆風が吹き始め波も高くなってしまったのです。皆さん覚えてください。この世の風と波はいつもイエス様が示してくださった私たちが進もうとしている方向とは反対なのです。弟子にはこの世の与える試練が必然的なものなんです。もし皆さんの中で自分の人生は順風に吹かれて波に乗っているのであればそういうふうに思われるのであればちょっとそこで立ち止まって考えてみた方がいいかもしれません。今私が進もうとしている方向が正しいのか、私たちが進もうとしている道は狭い道なんです。十字架を背負って歩く道なんです。弟子の道はこの世の逆風と波に逆らって進んでいく道です。そこでイエス様が弟子たちの前に現れます。水の上に立っておられるのです。弟子たちは死の危機の瞬間に現れた水の上に立っている幽霊のような人を見て恐怖のあまり叫び声を上げるのです。その弟子たちに向かってイエス様が言われます。27節です。しっかりする、私である。恐れることはない。そしたらペトロがイエス様に私に命じて水の上を渡って身元へ行かせてくださいと言います。私たちはよく信仰を持つということは素晴らしい信仰とはペトロのように水の上を歩くことのようにもっと丈夫な船を欲しがるわけです。
イエス様は私たちに言われます。おいでなさい。この世の逆風と高い波から私たちを守ってくれるのは船ではなくイエス様の身元なんです。ここでペテロが降りた船とはこの世で自分を守ろうとするこの世の生き方なんです。それでは最後に3つ目の場面に移りたいと思います。ヨハネによる福音書21章1節から14節です。ヨハネによる福音書21章1節から14節までです。新約聖書の177ページです。ヨハネによる福音書21章の1節から14節です。お読みさせていただきます。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。シモン・ペテロがベドモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子らや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその夜は何の獲物もなかった。夜が明けたところ、イエスは岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたのと、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモン・ペテロは主であると聞いて裸になっていたため上着をまとって海に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸からはあまり遠くない50軒ほどのところにいたからである。彼らは陸に登ってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せて渡り、またそこにパンがあった。イエスは彼らに言われた。今取った魚を少し持ってきなさい。シモン・ペテロは言った。行って網を陸へ引き上げると153匹の大きな魚でいっぱいになっていた。そんなに大型が網は避けられていた。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、誰もあなたはどなたですかと進んで尋ねるものがいない。イエスはそこに来てパンを取り彼らに与え、また魚も同じようにされた。イエスは死人の中からよみがえった後、弟子たちに現れたのはこれですでに3度目である。時が変わり、イエス様が十字架で死なれた後です。ペテロは愛するイエス様が十字架で亡くなられる前に3度イエスキリストのことを知らないと言ってしまい、絶望の中にいました。そのような絶望の中でも彼の頭から離れない思いはサタンです。私はイエス様に召されたあの日、自分の船から降りなければよかった。愛するイエス様も裏切った者として生きていくより、罪人の漁師のままがよかった。そうだ、どうせ私なんか病死に過ぎない。
しかしイエス様に召されたあの日のように何も取れませんでした。その時遠く岸の方に誰かが立っていてペトロに聞いてくるのです。何か食べ物があるかと。彼らはありませんと答えます。そしたらその人がこう言うのです。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。デジャブのようにある場面が重なります。まさかと思いながら恐れ恐れ網を船の右の方に下ろします。魚がたくさん取れました。間違いありません。岸に立っておられるのはイエス様です。誰よりもイエス様と親密な関係であったヨハネがペテロに言います。あれは主だ。ペテロはあれは主だと聞いて確信しました。イエス様だ。まだ船から50件離れたことが言っています。50件は今で言えば大体90メートルくらいの距離です。90メートルほど離れていました。仕事中に服をまともに着ていなかったペトロは上着をまとい海に飛び込みました。イエス様だ。私の罪のゆえに私を裏切ってしまった。イエス様だ。皆さん、聖書は服、衣について何を教えていますか。服はイエス・キリストが罪人を許すイエス様の義を表しています。ペテロはそれを意識してお詫びをまとったのか、それは分かりませんが、しかしこのペテロの行動は象徴的に意味を持っているんです。ペテロはイエス様を裏切ってしまったその在籍感、イエス様が亡くなられたのに私は何もできず、ただイエス・キリストを知らないと言ってしまったのだという罪責感に襲われて苦しんでいった。そのペテロは義の衣を着てイエス様のところに行こうと海に飛び込んだのです。ペテロが降りた船はまた人をこの世に、また人をこの世の生き方に戻そうとする彼の罪でした。皆さん、私たちもこの世の生き方、自分の罪という船から降りてイエス・キリストの身元へ行こうではありませんか。最後にもう一つの船の話をさせていただきたいと思います。今年の4月16日、韓国南部の海で修学旅行中の高校生325人と乗客、乗務員を合わせて476名が乗った船が沈没してしまいました。航海中の船がバランスを失い沈没し始めた時、乗務員たちはすぐにライフジャケットを全員に配りました。そしてみんなはそのライフジャケットを着ていました。それから案内の放送が流れました。安心してください。そのままご自分の部屋で待機してください。結局この案内放送に従った294名という尊い命が失われました。サタンは沈没し始めたこの世にある私たちに言います。安心してください。そのまま待ってください。安全です。イエス・キリストが皆様に救いのライフジャケットを配ったはずです。それを着ているのではありませんか。安全です。心配ありません。そのまま待ってください。しかし、
聖書は次のように言います。黙示録14章の8節です。ヨハネの黙示録14章の8節です。イエス様の弟子としてその道を従って歩んでいきたいと思います。